はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。オルゾフピクシーということで、はい、養育するピクシー1マナ11飛行でね、これが場に出た時あなたがコントロールしていてフェアリーでも土地でもない、パーマネント手札に戻すと。そしたらプライチカウンターを置くと。はい、まあそれでね、この望みなき悪夢であったりマイマイであったり、まあここら辺を戻してね、使い回していこうというデッキですね。でまあリリアナとかね、まあハンデスちょっと多めに入ってます。はい、専門家でピクシー戻したりマイマイ戻したり、忍者でもそうですよね、そこら辺戻したりという感じの動きのデッキですね。さあそれでは早速やっていきましょう。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。パチピボネ。さあ相手は勝たんか。さあ望みなきゃ。さあピクシーが来てくれた。さあ望みなきゃ悪夢を戻します。さあダック。さあ望みなきゃ。なんてクリーチャーが捨てにくいんだよなこれ。さあクリーチャー捨てれない。どうする、もう一枚いくか。さあ望みなきゃ。クリーチャーが捨てれなかったね。さあだっけ。いや、なかなか痛いな。クリーチャーなんかその方持ってないとんでもないな。参ったな。さあダック。さあピクシー。ターン終了。ここでなんか引かれると結構痛いが。さあブロック。大騒動か。さあダック。はい、対戦ありがとうございました。うーん、どうでしょうね。
に合うかこれ。バルコーンか。ここでバニコーン倒しとかんとなんか後々しんどそうな気もするんだけど、23になる。倒しとくか。ここでやっとかんとやばい気がする。まいまい。さあピクシー行きます。まいまい戻す。戦士きついなこれ。それは結構痛いな。痛いな。さあマイマイ。さあそしてピクシーいきます。前に戻してくる。サブロック。難しいな。どうする。さあリビアナ。No more distractions. Let's make this quick. Off you go.これはかなり助かりましたね。Oh, that's my cue to leave. さあ、リビアナ。とにかく数を減らそう。救出専門家リディアナ戻します。でさあちび骨。
合マシンとか、それはちょっと邪魔だな。さあ、ビビアナ。This is my home, and I don't appreciate it when people touch my... Off you go! さあ、ゲックスいきます。これはどついといた方がいいか。さあ、ダック。さあ、カード引きます。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行7枚でキープ。もう1枚土地はとりあえず来てほしいな。さあ、コモ。うん。さあ、放浪をね、ちょっと追放しておきましょうか。X を打ち消させよう。本命は次のターンです。さあ、さあ、望みなきゃ。さあ、どっか。さあ、ビビアナ。アタック。サタック。さあ、ビビアナ。ゼロかね、厄介だね。まいまいいらんか、とりあえず。クローゾーズ。さだ。ここで押し切れるかどうかだな。流されるとめっちゃ辛いぞ。さあ、コウモリ出てきた。さあ、
ターン終了。一時的封鎖か。はい、ああダメだ、ちょっと待って、ぶつかったかんと。いや、これは行くか。望みなきゃ。サバック。サジック。ゴール。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚で切る。ターン終了。か、さあコウモリ、次ギックスでカード引けたりするとめちゃくちゃいいんですけどね。おー、はい、まあ稲妻の一撃打ってもらいましょうか。しゃあないね。まあここに打ってもらえたら次ギックスが焼かれないんで、まあクロゾーズをなんとかね出したいですね、これはね。おおマジか、やられちゃったな。じゃあマイマイ行きましょう。土地が欲しい、土地が。稲妻の一撃食らうけどな、どうしようかな。まあしゃあないな、早めに全部使わせよう。さあ、こいつ厄介なんだよね。44トランプ、あクロゾズが間に合った。ブロックする必要が全くないんだよな。結構痛い。とりあえずマグロ倒す、そして殴る。さあピクシー出していきます。
家の焼き払いか。それは強烈だな。死んだか。これブロックしてもブロックせんでも変わらんのか。引きでも減らしていかんとダメだな。ミスったな。こいつ出しとけよかったな。どうするか。アタック。ん？あ、フェアリーダメなのか。まあ別にいいんだけど。さあ、マイマイ行きます。そうきたか。じゃあさあ、タック。あら、もう全部出してる。なかなかとんでもないな。いきなりバグったダメージ食らうんだけど、何これ。うわ、これは死んだわ。マジか。こうなるとなんとかな。すごいな。はい、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。オルゾフピクシーということで、まあピクシーね、なかなか面白いですね、動きがね。はい、まああとはなんかしつこくネチネチと攻めていく感じのデッキだったんですけど、意外と勝率高くて面白かったですね。はい、まあ、あとアクローゾーズもなんだかんだやっぱ出た強いしね。うん、まあこの忍者ちょっと今回活躍がなかったんですけど、まあもう次落ちちゃうんでね、使っとこうと思ったんですけど1回目引かんかったね。はい、まあそんな感じで、ピクシー好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。